のおじゆうちゃんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。そしていつもね、いいねボタンとかチャンネル登録とか本当にありがとうございます。そしてもちろん、バッドボタンをね、押してくださる方、いつも押してくださる方、本当にありがとうございます。ね、中には僕はもう20分以上とか30分以上とかそういった動画もアップしてますけども、わざわざね30分以上の動画を見て、バッドボタンを押してくれるって本当にありがとうございます。ということでですね、今日はどういったテーマでお話しするかと言いますと、気持ちがへこんでる人ですね。今この動画をねご覧になって気持ちがへこんでる方っていうのもいらっしゃると思うんですね。で、その気持ちがへこんでる時に、体から回復させる方法っていうのをですね、ぜひ、知ってください。へこむへこむって言うじゃないですかね。で、何がへこむかって、気持ちがへこむんですけども、心がへこむってことですよね。じゃあですね、その心っていうのは皆さん、物としてはないですけども、心って物としてはないんですけれども、気持ちって心って皆さんどこにありますか？心ってどこにあるかちょっと手を置いてみてくださいよ。はい、どうでしょうね。ここですよね。ね、ここにあるじゃないですかね。ここに心ってあると思うんですね。みんなここ押さえたはずです。こんなとことかね、目押さえたりとかお尻押さえたりとかないと思います。もうみんなここですよね、心。だからね、気持ちがへこむっていうのは、心がへこむことなんですよ。だからね、心、具体的な身体部位で言えば胸ですよ。胸が本当にへこむんですね、気持ちがへこんでる時は。本当にね、物体としての物理的な胸というものがキューッと縮こまって、嫌なことがあったりして気持ちがへこんでいる時、沈んでいる時というのは胸がキューッと硬くなって縮まって、本当に胸がこんな感じでペコッとへこんでしまってるんですよ。見た目そうなってなくても中でそうなってることが多くて、だから気持ちがへこむし、ね、胸が先か気持ちが先か、これ同時一体なんですよね。だから体がそういう状態になってしまえば、胸がそうやってキューって固く縮こまってしまえば気持ちはへこむし、逆に気持ちがへこんだ瞬間、胸はキューッと固く閉ざされるんですね。で、そのへこんだ気持ちをね、時間が解決してくれるって、時間で解決する方もいらっしゃると思うし、何らかの心理療法とか、本を読んだりとか、誰かね、自分が安心できる信頼できる人に喋ったりとか、そういったいろんなね、メンタルヘルスとかいろんな方法を皆さんご存知でやってると思うんですけれども、その方法のね、中の一つですね、体からフィジカルから変えていく方法というのをぜひ、知ってください。つまり気持ち、心がへこんだ時っていうのは、気持ちっていうのは胸、ここにありますので、ここが本当に硬くなってます。つまり気持ちがへこんだ時は胸を柔らかくしてほしい。心が沈んでいる時、気持ちがへこんでいる時こそ体を大事にしてほしくて、その体を大事にするっていうのは具体的に言ったら、この胸っていうのを柔らかくしてほしいんですね。どうやったら胸柔らかくなるの？もう無理にストレッチギュ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 すると逆に筋肉筋痛めたりすることがありますから、まずはですね、そっと胸、もうどっち手でもいいですよ、そっと手を置いてあげてください。もうそれだけでも安心します。あったかくてじわーっとしてきます。そして優しくさせてあげてください。回し方は自由です、ね、内回しても外回してもいいから、その時さすりやすい方向で優しく優しく胸を撫でてさせてあげてください。反対の手でもやってみてください。それをですね、繰り返し繰り返しやっていくだけで、本当に不思議なことに、これ不思議じゃないんですけどね、本当にね、体と心つながってるからなんですけども、気持ちはだいぶ復活しますんで、ぜひね、こういったことを、こんな簡単なことをね、気持ちへこんでる時もはですね、無理な運動とかね、できる方も中にはいらっしゃいますけども、なかなかできないという方いるじゃないですか、やる気ができな起きなくてね。だから胸触れてあげてさするぐらいはできると思うんでね、こういうちょっと簡単なことでいいのでやるようにしてみてください。そしたら気持ちは回復していきます。最後にですね、このへこむっていうね、感じあれじゃないですか、凹凸の凹の方ですかね、このへこむっていう感じ見てみてください。まさに真ん中がへこんでますよね、この感じね。はい、しかしですね、よくね、この感じを注目してみてくださいね。このへこむという
真ん中がへこんでて両サイドが出っ張ってるでしょ。はい、つまりですね、真ん中はなんか嫌なこと言われたりとか、なんか傷つくことがあったりとかね、批判を受けたりとかして真ん中はボンとへこまされたわけですよ。しかしですね、その真ん中をへこまされたと同時に、へこまされたからこそ、そのおかげで両サイドがボンと飛び出ている、その飛び出ている部分が実はあなたが一番輝いている部分なんですね。つまりそうやってへこんだ体験、へこまされた体験、自分がへこんでしまった体験、それは全部ですね、自分にとってプラスになって、それが自分の魅力、輝きになっていますので、今へこんでいるあなたこそですね、実は輝いていてですね、へこまされているあなたこそ尊くて、輝いている存在だということを忘れないでください。逆に調子に乗りすぎてというか、図に乗りすぎて、この凹凸の凸の方ですね、ありますよね、うん、これって、まあ、まさに出っ張ってるわけですよね。自分がとんがってるわけですが、とんがってる箇所はよく漢字に注目してみてください。とんがってる箇所は一箇所で、両サイドはへこんでますね。だから、こう攻撃的で出っ張っている人とへこんでいる人、どっちが魅力的か、どっちが今後輝いていい人生を送れるかは、この漢字が教えてくれてますんで、ぜひ、自信を持ってやっていってください。エールをね、最後お送りしましたが、へこんでいる時は胸に触れてタッチしてあげて、優しくタッチしてあげて胸をさするということを取り入れてみてください。はい、今日の話は以上になります。今日の話が何か少しでも役に立ったとか、面白かったとか、ためになったなと思いましたら、ぜひいいねボタンをよろしくお願いいたします。またね、励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。バイバイ。